モーのギリギリもっとやっちゃってイエーイ。そう、もう今夜も始まりましたけれど、ね、先週ちょっとね、一回ゴールデンウィークでさ、そうですね、お休みがね、あったんだけどね、その楽しみにしてくれたみんなの分までちょっと今日は盛り上がって、待たせてごめんよっていうそう、待たせてごめんよっていうね、はい、で、そう、今日って5月13日だと思うので、俺ね、明日誕生日なんだよね。おお、5月14、うわい、ありがとうございます。でもなんか、あれだな、また一個年を重ねるのかと思うと、まだまだいける、まだいける、まだいけるかな。何欲しい、何欲しいですか。え、俺、いや欲しいもんね、いっぱいあるんだけど、なんだっけ、クロムハーツ、いや、動員あ、動員動員で、誕生日の、ツアーやるから、そこはもう、他のバンドが好きでもその日ばっかりは、俺へのプレゼントとして、なるほど、動員動員ということでね、今夜のお題、もう言っちゃっていい？どうぞ。今夜のお題は、デートに遅れてきた言い訳シリーズ。イエーイ！で、あれだな、その、デートに遅れてきた言い訳を、あれだね、その一人二個ずつ、ちょっとなんかどんなのがいいかな、みたいな感じで考えるんだけど、でも結構ね、俺思うんだけど、ガックも俺もそうだけど、はい、でもデートの時は、あんまり遅れない。うん、まあ遅れないのが基本ですからねそう、そういう時に限って遅れない、はい、そう、なんか考えたら、なんか今まで、まあバイトとかさ、まあ学校とかって結構遅れるじゃん、遅刻にね、そう、そのバイトもね、なんだけど、そういう関連の時は遅れることはまずない、遅れることはないですね。相手が女性ならそう、そう、相手が女性なら、かっこかわいい、そう、かっこかわいかったら当時基本的に遅れないっていうね、うん、で、どう、な、何、なんて言い訳すんの、なんか言い訳、うん、どう、じゃあ俺からいきます、うん、言い訳か、そっか、設定を決めましょう。じゃあ、その女の子は何ですか、うん、彼女ですか。あ、彼女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 ですね、うん、はい、長いですね、付き合って、好きです、うん、大好きです、うん、そうですね、遅れました、うん、遅れた時の、あ、じゃあ俺女の子やるわ、じゃあ、うん、でそれ行こう。あ、ごめん、遅れた。あ、ね、ガックン、ずっと待ってたのに、なんで来てくれなかったの、もっと早く。いや、もうほんと、もうなんか家で、なんか、そうなんだよね、お前のことを思ってたら、なんかいつもなんか時間が過ぎてて、そう、30分遅れちゃった、ごめんね。大好きみたいな。あぶれ、なんかかっこいいこと言ったらよかった。あれ、わかる。でも今俺もね、全く同じことを考えてたの。あぶれ、離婚説だから。そう、今日は離婚説だからやばいわ。そう、危ないんだよね。そう、うん、じゃあ今度そっち行く、そっち。あ、じゃあ俺行くわ、じゃあ、はい、じゃあ俺女の子、うん、いや、ごめんごめん、すごいデート遅れちゃった。もう遅い、もうほんとこんな時間まで。ごめん、何したの。あのね、昨日の夜になんか楽しみすぎちゃって、今日のデートがね、ずっと考えてたら、うん、寝ちゃった。ごめんね。寝坊か。そう、これは寝坊です。俺昨日の夜、なんて、昨日の夜、うん、ずっと学校のこと考えてたら、うん、寝ちゃったんだよね。昨日の夜楽しいことやってたって聞こえたから、うん、もう完全にただの下ネタかと思った。そっちかなと、はい、いや、これね、純粋な恋の物語だから、はい、あ、なるほど。じゃあ、じゃあ今度、今のは純粋な感じだったじゃないですか、うん、じゃあ今度なんか汚い感じでいきましょうよ。あ、じゃあちょっとガックンが悪い男で、うん、俺はその、そう、悪い男で知らないみたいな。そう、じゃあ次は設定の相手は彼女じゃない。わかった。そう、彼女じゃない、うん、ただのデート。わかった、うん、彼女じゃない、ただのデート。これはバンドマンにありがちなやつですね、うん、ありがちなやつですね、はい、じゃあいきますよ。じゃあ俺女の子ね。はい。ねえ、ガックン、なんで遅れてきたの、ずっと待ってたのに。いや、もうね、うん、他にね、好きな子がいてね、うん、え、うん、あんまね、うん、好きじゃないんだよね。へ、なんか、うん、なんか重い。びっくりした今。まさかこの場に、この子に及んで重い。いや、これは
あのね、仮の設定なんで、ああ、まあね、そう、まあね、俺は普段はこんなことは絶対言いませんよ、はあ、うん、でももしガックンがもし悪い男だったらこう言っちゃうとこでしょ、うん、そう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 、これはもうあのね、そういうのになりきってやったんで、わ、はい、かった、じゃあ俺もやるわ、じゃあ、うん、はい、じゃあなりきってください、うん、うん、来ない、遅れて来ない、あ、そう、遅れて来ようよ、あ、ごめん、わりわりちょっと遅れちゃった、ごめんね、待たしたね、もう遅い、ほんともう遅い、うん、何したの、あ、ちょっとあの、いろいろね、はい、あったんだけどさ、とりあえずさ、ちょっとここ払っといてくんね、あっていうね、別に言い訳じゃないけど、はい、言い訳じゃないけど、その雰囲気で、うん、お前は本命じゃないと、あ、なるほど、いうことをアピールするっていうね、方法を、なんかここ払っといてねってことは、うん、どこで待ち合わせしたのってなりますよね、あのあれだよ、ね、そのファミレスとかで、ね、ちょっと、あ、ファミレスか、そう、待たせすぎちゃってもう待てないから、多分その、そういうことか、そう、学校は多分今の時点で3時間待ってた、うん、長っそう、あの、うん、LO が他の女の子と会ってる間に待たされて、うん、はいはいはい、なんでって聞かれたから、うん、ちょっと空気を読ませるために、うん、ちょっと払っといてくんねみたいな、あーはー、そう、感じに持っていこうかなみたいな、あ、もう最初からこう上に出て、そう、もうね、こう従わせる、そんなクソなやつです、いや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 設定です、キャラです、キャラ、危ない危ない、これ危ないか、危ないよ、これもしニコ生だったらコメントがもピーンピーってここら辺にこうバーッとクソクソクソ、なんかやっぱね、うん、俺思うけど、うん、まあ、このお題を2個今終えてみて、うん、あのオーロラ4ってね、ちょっとデンジャーだわ、うん、デンジャーすぎるかもしれない、そう、うん、もうね、危ないな、うん、でもなんかまた今週からね、こういうなんかちょっと勢いがね、うん、あのビューってこう加速する感じで始まっていけたらと思うんでね、うん、じゃあ次のコーナー行きましょうか、次のコーナー行きましょう、うん、今日はね、はい、体を張ったるわいフラループ対決、イエーイ、フラフープです、はい、はい、今日はこれなんだ、なんだ、なにこれ、フラフープ、イエーイ、まさかこれを回そうっていうの、そうです、これを回しちゃおうっていうことなんですよ、オッケー、はい、フラフープって最近でもあんまやんないよね、そうだけど、あのウエストが引き締まるらしくて、ああああ、はい、なんで、はい、フラフープを回して俺らも痩せましょう、オッケー、はい、じゃああんまやってないのにフラループ対決するの、はい、じゃあじゃんけんでいきましょう、最初はじゃんけんぽん、あいこしょ、うぅー、様子見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 、じゃあ頑張って、いいよ、これはできます、いや、いっていいですか、いや、3、2、1、フラフープ、うまい、いや、うまいかじゃないです、これだんだん下がってくるの、これねえ、これ何これ、ねえ、ねえ、これ難しいな、これ何これ、うまい、顔、顔、うまい、必死さ、いくぞ、いくよ、3、2、1じゃあ待って、いや、ぶつかったからね、おー、オッケーオッケー、いくよ、はい、そういうこと、そういうことちょっとダメ、3、2、1あ、勝った勝った勝った、これがないからだ、先生やばい、3、2、1、あーだめだ、できない、ほんとフラフープ、あ、でもこれならできんじゃない、これならいいよ、くぐってよ、くぐってよライオンくぐるよ、ライオン無理だろ、こんなうっ、いかが、うん、俺が、そうそうそう、あのね、通り抜けループ違う、通り抜けループはこうだって、そうじゃあ、じゃあ行くよ、行くよ、あれ体がでっかすぎたかな、じゃあ帰ろう、うん、帰ろう、はい、じゃあね、あの、俺はうまく回すだし、はい、ガックは、うん、あれね、あの、これからあのダンスコーナーが始まるわけだけど、ちょっとウォーミングアップをここでしないといけないんだね、はい、じゃあ行きます、うん、ガックのダンスコーナーパッ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 、イエーイ、ドゥ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 
ドゥ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 イエイ先生今日からどうぞ、はい、僕、はい、オーロラ4のそうですね、あのオープニングで流れてる曲あるじゃないですか、はい、それを、はい、あの覚えて、はい、先生と一緒に踊れるようになりたいんですけど、踊って歌えるそう、うん、踊って歌える、はい、舞台になりたいんですが教えてください。 OK お願いしますそれじゃあ今日も行きます。じゃあ、ね今日もってまだ行ってるか、うん、ねじゃあ、なんだろう振り、うん、もうねすぐ行っちゃいます。じゃあどうしよう、こう四角にね、描く、このね体をこう四角に描いてやるんで、はい、あなたは逆です。じゃあ真似してください。じゃあ俺先生と逆選べてね。そう、はい、いきます。俺がまず1、うん、じゃあこっち2、うん、3、4、もう一回1、2、うん、3、4、オッケー。はい、これをミュージックに合わせて今回はやりたいと思うんですけどね、はい、まあいわゆるね、なんかこうパッと見エグザイルかと思いきや体が硬い人たち。あ、なるほど。もう一回やっていいですか。もう一回じゃあ、うん、ちょっとずれて、ちょっと最初ね、この辺ね、うん、いきます。3、2、1、はい、1、2、3、4、2、3、4。うえー、俺大丈夫かな。大丈夫、かっこよかった。多分本当モニターにチェックした。うん、これをじゃあ今回はね、はい、一回音楽に合わせてやりたいと思います。じゃあミュージックスタート。俺が手乗ってきたらね、はい、手の、はい、はい、どう。あ、いい感じ。いい、いい感じ。もう一回やっていきましょう。もう一回やる。これもう一回やる。バッチリね、合う感じ。あ、じゃあこれはもういわゆる学生生徒の、あのコラボレーションみたいな感じで、そうです、あのオーロラ4できるってこと。夢の学材料ですね。イエーイ、はい、せーのっつったらいきましょう。 OK、はい、どうぞ。いけ、はい、せーの、はい、 OK イエーイ、できた。これであなたも悪そうなやつは大体友達。ガクザイル、はいはい。というわけでね、次週も楽しみにしてください。はい、うん、楽しみにしててください。そう、きっと覚えて、うん、多分これが最終回に来る頃には、うん、まあ、1曲踊れるようにね。そう、はい、ユニットね、オーロラ4の完成だというね。はい、そうなんです。じゃあ、うん、来週も楽しみにしててね。またね、バイバイ。